ポップティーン TV。 どうもイラです。ピンポン。はい、今日はですね、私がしているこの表編み込みを伝授していきたいと思います。はい、でですね、表編み込みはこうボリュームがある髪の毛の方でもこうボリュームを抑える編み込みなので、ぜひね、この動画を見てできない方はね、ちょっと勉強していただけたらなと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。レッツゴー。はい、では今から表編み込みをしていきたいと思います。あのですね、まず編み込みしたい分の量をちゃんと最初に決めたいと思います。私はね、ここの1列編み込みしたいので、この後ろ髪を一旦ね、こう置いといた方がちょっと、なんていうんですかね、余計な髪の毛が入らなくて済むので、ちょっと後ろに置いておきます。で、この分で編み込みをしていくんですけど、あの顔周りのね、この毛を残して、ここがこうまっすぐになるように、ここを取って、こっちも取って、ここが三角形、四角形になるように取ります。で、2本指を上から通して均等の束になるように作ります。でもね、三つ編みをね、作るように、最初は1回三つ編みを作ります。上にね、こう毛を重ねて、そしたらですね、このすぐ下の部分を、で、ここで 2,3 センチ取ったので、この 2,3 センチと同じくらいで、この辺を半分取ります。半分取って、この上のこの上の端の毛ですねに足して上に編んでいきます。で今取った半分、残り半分をこっち側のこの端の毛に足して、また上に編みます。ですよね。で、またこの下の毛も半分上に足して編んで、で、この半分を足して、で、このここまで編み込みができたら、もうたすけがないので、あとは三つ編みをひたすらしていきます。上に編んでいきます。じゃーんじゃーん。はい、あのね、こう自分のね、この下の長さはこう別にこうくるって巻いてる人はね、こうあっても可愛いと思うので、別にこの辺でやってもいいし、私今回ちょっと意外とストレートっていうか外跳ねなので、ちょっと毛は残ってた方が可愛いと思うので、これくらい残してゴムでね、しっかりと結んでいきます。はい、でこんな感じで結べたら、最後はほぐしていきたいと思います。外側にある毛を出していきます。ほぐせたら完成です。表編み込みの完成、イエーイ、キラーン。はい、どうだったでしょうか。はい、私もね、ちょっとね、つい最近こう編み込みができるようになったというか、やっぱ難しいんですよね、編み込みって。こう普通の三つ編みにまたね、なんかちょっと足したりとか、どれくらい足したらいいんだろうとか、どれくらいほぐしたらいいんだろうとか、やっぱね、難しいと思うので、この動画を見てね、こうできない方はできるようになっていただけたら嬉しいです。でですね、裏編み込みのやり方は12月28日売りのポップティーン2月号に裏編み込みのやり方も載っているので、表編み込みと裏編み込みのやり方、ぜひ皆さんも研究して、可愛い髪の毛でね、こうバリエーションもやっぱり編み込みって増えると思うので、ぜひ皆さん編み込みをできるようになって、またね、一つ可愛い女の子になりましょう。
ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。